ガデンです。ガデンです。はい、お久しぶりです。久しぶりです。はい、ちょっとね、2週間ぐらい空いてしまったんですけども、はい、ちょっと入荷の方っていうよりかは、今回は、ガーデンで年に2回やっております、はい、ビッグセールのお知らせをちょっとさせていただこうかなと思います、はい、明日から、8月の5日から、8月の5日から13日まで、はい、はい、売り尽くセールやってます。売り尽くし夏のビッグセールです。はい、はい、一応こちらに書いてる通りなんですけども、はい、まあ、お会計3000円以上で全品 20% オフ、うん、で中身は 40% オフという形で、そんなにやっちゃうんですね。やりますね。はい、やっちゃいましょう。やっちゃいましょうで、ちょっと季節もね、まだまだ夏なんですけども、ちょっと変わりつつもあるので、まあ、変わらないんですけどね、ちょっと整理と店内整理プラス、ちょっとリニューアルとかね、そちらの方もちょっと考えておりまして、はい、そちらの方でちょっとやっていただこうかなと思います。はい、で 40% オフの商品なんですけども、赤いシール、はい、こちらのね、赤いシールがあるんですけど、こちらのシールが貼ってある値札から 40% オフになるので、はいはい、これを今から決めながら、はい、動画回しながらね、ちょっとやっていこうかな、やっていこうかなと思うので、はい、最後までお付き合いお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、まず大きい植物からいこうと思います、ね、これ、あー、ごめんなさい、風の音が、はい、こちらユッカですね、はい、こちらと結構大きいですよ。こちらもですね、アレカシアですね、はい、はい、はい、こちらです。はい、シマネトリコ、シマネトリコもイチョコ、イチョコ、イチョコ、はい、こちらもね、はい、今日風強いですね、はい、そしてそしてこちらのドラセナカンボジアーナですね、こちらも 40% オフです。はい、じゃあ次中入ります。とこちらのベンジャミナー、はい、はい、こちらも貼っときます。はい、はい、この子、いつも紹介してくれてる子、この子ですね、クッカバラですね、はい、こちらも 40% オフですね。いきます。続いてこの子、あ、クロトン、クロトンもいっちゃいます。はい、はい、だいぶね、日光に当たって真っ赤くなってるんでね、はい、可愛いのでね、カバーでやると可愛いでしょ、うん、はい、こんな感じで、はい、続いてフィカスのスイートハート、おー、こちらもいっちゃいますね。モリモリモサモサですね。はい、モサモサくんです。日光好きなんでね、日光ある方はこちらおすすめ。続いてオーガスター、オーガスターもですね、はい、立派ですよ。今度新芽出てくるの、大きい植物欲しいとか、うん、これおすすめです。はい、はい、こちらも貼っちゃいますね。はい、はい、基本的にこの赤シール貼ってない植物はもう 20% 20% いただいて結構です。で次ユンケアもいっちゃいます。これ初セットなので、まあ贈り物とかでも全然いいです、そうだ、ね、いいかなと思いますね、うんうん、はい、本当です。はい、はい、続いてホワイトゴーストも行こうかなと、うん、おー、行っちゃう。こちら行きます。結構大きいですよ。はい、かっこいいのでね、うん、これで写真を撮ります。はい、サンスベリアも行っちゃうか。サンスベリアも行っちゃいますか。ゼラニカ、はい、ちょっと濃いグリーンのサンスベリア、はい、この子も行っちゃう。もうどんどん新芽展開してるんで、ここに小株が、はい、どんどん入ってきてるので、はい、こちらも行ってきます。おお、行くね。行きます。バロックも行っちゃおう。バロックも行きます。持ってない方は全然いい、可愛いと思うね。これくるくるの葉っぱ可愛いね。くるくる葉っぱ、はい、はい、決して枯れてるとか傷んでるとかそういうことじゃない、うん、はい、エヴァちゃんは、エヴァちゃんも行きますか。はい、エヴァも行きます。モサモサです。はい、このエヴァフレッシュめちゃ可愛いです。はい、はい、こんな感じでね、綺麗です、はい、ちょっと優しい雰囲気になるしね。ね、うん、可愛いでしょ。お花もね、咲いてて、などか、ここにお花が、今この花芽がね、昔の花芽が全部枯れちゃったんです。落ちちゃった、はい、行こうかなと思います、うん、
ロミアのペレスキホリア、うん、こちらですね、行きますね。おこれ珍しいやつやな、はい、結構ね乾燥に強いので、うん、あの吊るしてても水のこの頻度がね、うん、あまりないので管理が楽かなと思います。そうですね、ちょっと旅行とか行かれる方とか、うん、こういうことが全然いいかな。はい、会員制もあるので室内向けですね。はい、こういうことですね。はい、この長いポトスとか、あ、長いポトスいきますか。これはグローバルグリーンですね、はい、こんだけ長いんですね。あ、じゃあちょっと見せましょうかね、はい、だいぶ成長したんです。長い、この子もいっちゃいます。はい、はい、赤シールは 40% オフですね。はい、赤シールは 40% オフです。はい、あとはもう基本的にはもう 20% オフでさせていただこうかなと思ってます、うん、このセロームは、セロームもいっちゃおう、いっちゃいます、うん、じゃあこれ貼っときます。大きいの欲しい人とかも、はい、お得、お得、うん、ちょっと考えてる方とかね、うん、そうだね、この際に、はい、期間の長いのでちょっと確認しながら、うん、見ながらね検討していただければと思います、はい。あとヘゴの木も、ヘゴの木、はい、もうこれいっちゃいます。立派よ、これ立派なので、はい、どん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 ね、うん、新芽がね出てきてくれるから、これね、また生えてくるので、うん、あの今わざとこれ紐引っ張ってるんですけど、うん、形作れるので、ね、そうだ、あの好きな形で全然できるかなと思います、うん、はい、はい、で続いてもう何回も見せてると思うんですけども、はい、この子は 40% オフで、ね、プリンスオブオレンジの特大サイズですね、はい、ちょっと大きいなんか明るめの植物欲しいなって方は、うんうん、これからいいかなと思います。そうね、はい、リザードも行く、リザード行っちゃう、リザードも行きますね。そうだね、はい、この子行きます。はい、はい、これ新芽がね、ほらまた白いの出てきてるから、おあ、はい、出てきてますね、はい、いいかなと思います。はい、はい、あとこの辺も行っちゃおうかな。多肉コーナーも行っとこう。多肉コーナー行きます。これとか、はい、サボテンね、はい、はい、こちらも行きます。モンストタイプです。ここからも入ってきてるからね、新芽ちゃんもね、はい、でこの子も行きます。あ、そうだね、ユーフォルビアのソマリア、はい、この子も貼っときます。この大輪柱の2色も、はい、行っちゃおうか、今行きましょうか、はい、はい、あとは火星人行きますか。あ、ここの鉢植えの火星人も行っちゃおうか。この辺も全部もう赤シール貼ってます。はい、はい、はい、シンゴニウムのミルクコンフェッティですね。はい、こちらもいっちゃいます。あ、こちらもね、どんどん新芽喧嘩してるので、これも貼りましょう。これも貼って、これも 40% です。はい、じゃここ、はい、はい、あ、もう一個ある、うん、シルバーメタル、うん、この子もいっちゃいましょう。そうやね、この子もだいぶ成長したんだよね。え、すごいよ、暴れてる、幹も太いし、そうそうそう、木質化してるしもうどんどんね、ちょっと切ってあげたりとかしてね、そう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 、全然いいし、このままでもいいし、このままでもいいし、ここちょっとひもを引っ張っても可愛いし、うん、あー、登らしてね、そうそう、登らして上の方にこうひもをやってあげても可愛いと思う、うん、いいんじゃない。はい、この子もちょっといっちゃいますね。はい、いっちゃいましょう、はい、で、まだまだあの可愛い子もまだいっぱいいてるので、うん、その辺もちょっとね、見ながらやっていきたいと思います。そうだね、はい、で、ちょっとあの雑貨の方もね、うん、最近ちょっと見せてなかったなと思ってます、うん、これ雑貨の方実はあったんですよ、うん、はい、ちょっと置き方とか、ね、プランツスタンド、はい、そう、椅子とかね、うんうんうん、このちっちゃいのもあるのでちょっと使っちゃってるんですけど、ここに実は全部この子とかね、ここにね、はい、このスタンドとか、はい、鉢もありますね、このスタンドもそうなんです、木の値札ついたら今度はもう全部そうです、物になります。はい、こういうのとかね、そうです、これもついてるんでね、はい、はい、ついてないと思いますですね、はい、結構いろいろまだ可愛い子たちいっぱい残ってるので、うん、ちょっと見ていただけたら、この風車とかも実は売ってるんですよ。あ、そうです、はい、実は売ってるんですよ人気だったんですけど、うん、はい、っていうのもあります。で、明日からの分
るんで、一応もうまたお楽しみしておきましょう、うん、はい、っていう形でいっぱい混ざると、うん、次ある子あったらぜひね、お出迎えしてほしいかなと思います、うん、はい、ベルコーさんもね、いっぱいになってる、まだまだいてますのでね、はい、可愛いですね、はい、かな、うん、はい、じゃあこっから春、店長のおすすめ3点おすすめ3点はい、3種類でもいいです、うん、3種類でもいい、僕のおすすめは風入り、うん、ちょっと太鼓コンステレーションとかね、はい、はい、モンステラしっきりの新芽がね、ちょっと見せてください、はい、出てきてる具もね、はい、入ってますしっかりと、しっかりとね、はい、で、ここにもあるんですけども、うん、ホワイトプリンセスもね、意外に綺麗な風がまた入ってきた、うん、こういうことかも言えますね、うん、はい、とね、ピンクプリンセスも今この子新芽また出てきたんですけど、ね、うん、また出てくると思う、ここから待機してますね、はい、しっかりとね、なんか支柱立ててもらっても全然いいかなと、うん、で、あとホワイトウェザードも出ますね、うん、はい、はい、ちょっとこういう形でね、はい、支柱立ててあります、風が入ってきてるんです、入ってきてね、はい、また全然自分たちで変えても全然いいな、うん、こういうことですがいいかな、おすすめですね、はい、で次、うん、ホヤ、おお、ホヤ結構種類があるので、うん、迷われる方がやっぱりいらっしゃるんですけど も、うん、もうこの際ね、うん、ちょっと挑戦してほしいかなと思うので、うん、またいろんな品種をね集めていけば、お花の品種がまた種類が違うので、そうじゃね、楽しめるかなと思うので、はい、はい、ちょっと数少なくなってきてるんですけど、うん、まだまだいけるのでね、うん、はい、ホヤ、ホヤですね、はい、チェックしてみてください、はい、であと最後、うん、シンゴニウムのフレンチマーブル、うん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 、かわいいでしょ、かわいい、まだまだね、ちょっと育てることがないとか難しいとか思う方もいらっしゃると思うんですけども、うん、結構ね、負がすごく入ってるので、この子とかおすすめですよ、この子面白いんです、この子面白いでしょ、なんか負の入り方がこの子すごいすごいでしょ、うんうん、あとどれやったっけな、この縁と、そう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 、このハーフかな、ハーフとかね、まあ、結構まだらにマーブルにいろいろ入ってて、はい、いいかなと、かわいいんですよ、これ顔すごいでしょ、ハーフムーンみたいな、うん、綺麗、うん、そういう子がちょっと僕の中ではいいかなと、はい、面白いです、うん、綺麗でしょ、うん、育てやすいんですよ、そうだね、フレンチマーブル、うん、こういうことがね、いいかなと、はい、もうね、これ取っ手がね、外せてここ取れるので、うん、置き型でもハンキングでも、なんかこうカゴに入れて立ててもね、うん、スタンドにこう置いても可愛いです、うん、いいかなと思う、はい、ちょっとおしゃれですからね、うん、涼しげ、うん、いいかなと思います。はい。ゆちゃんおすすめの。てか久しぶりやね、あの動画でなかなか出てこないもんで。そう、はい。僕はやっぱ好きなあロカシア、グリーンベルベットです、どうですか、この大きい葉っぱ今もね新芽展開してるんで、ここね、はい、どんな風が出てくるんだろう ね、しっかり風も入ってそうな感じはするんですけど、ちょっと開くまで楽しみな感じです、はい、ちょっと持ってもらって、大きさはこんな感じ、一番大きい葉っぱはすごい、大体30センチ以下ないぐらいですね、次の新芽もそれぐらい多分大きくなるかと思うので、うん、もうここから鉢増ししてるんで、うん、大きく出てくれるかなと思います、はい、このぐらいのサイズでね、はい、はい、で、はい、次が、はい、すごい大好きなフィロデンド、あー、その子いっちゃう、グローリオスさん、新芽展開してるんじゃない、うん、今もうまた、あー、いいですね、出てきてて、はい、はい、ちょっとすごい可愛いな、ね、今葉っぱ何枚ぐらい出てる、 1,2,3,4,5 枚です、あ、5枚、次6枚目、あ、次6枚目、はい、ちょっと照らします、かっこいいよね、うん、このね、ベルベット状にこの、うん、白くくっきりした葉脈がとても素敵です、そうそうそう、はい、このぐらいいくとほんま立派よな、うん、かっこいいね、はい、はい、
はい。そしてまたちょっと私多分ベルベット状が好きだかもしれないですね。はい。ブラックベルベット。ああもうね。可愛くないですか。だいぶね大きくなってきた、ね。うん。こんな感じでしょ。はい。はい。いいかな。ラバも可愛い。ね。なかなかね、あのまだアロカシア、うん、あの育てることがない方もやっぱりいらっしゃると思うんですけども、ぜひちょっと挑戦してほしいかなと思います ね、うん、そうだね。うん、今の時期が一番ね挑戦あの育てやすい時期に入っているので、うん、いいかなと思いますね。はいはい、感じかな。はい、なんでいろいろねちょっとおすすめいっぱいあるんですけど、ブラックステム。あ、ブラックステムね。これ新芽ですかね、これね。うん、これが新芽ですね。腕毛がすごい見えた。はい、かなと思います。ホヤもすごいね。今ね、ちょっと気になるのがいてるんですよ。あ、レベッカ。あ、レベッカ。やっぱりつるを伸ばして、葉っぱをつけて花芽がつくんですけど、今この子でここを見て下の子。ほら、これ花芽。うん、ここは花芽なんですよ。これ、はい、はい、こんな感じでね、花芽がつきます。かっこいいよね。うん。っていうのもまだホヤもいっぱいありますので、はい、はい、感じですかね。はい。ぜひね、ゲットしてほしいかなと思います。ノムラリアも結構。あ、伸びてきましたね、ノムラリア。バリエが高いですね。うん。ワリシーもね、結構まだいてて。このぐらいの新芽がね、もう展開してきてます。はい、このルーゼオピクトル、大きいやつ、大きい、かっこいい、かわいい、かわいいですね。はい、ボリュームがあるからすごいね。うん、いいかなと思います。シアタもだいぶ大きくなったね。シアタさん、はい、こんな感じですね。ね、はい、はい、いいかなと思います。はい、はい、ぜひぜひ。はい、こんな感じですかね。こんな感じですね。はい、はい、そんな感じで、はい、紹介していきました。はい、ね、まあ、雑貨の方も 20% オフやらせてもらってまして、中には、うん、ちょっともう持ってってっていう驚きの価格でね、はい、もう持ってってくださいっていうね感じでもあります。あります。もう、はい、持ってってください、うん、はい、のもあるので、ね、ちょっと来てのお楽しみっていう感じにしようかなと。まあ、8月の5日、明日かの10時半から、はい、で8月13日の18時半まで、18時半まで、はい、はい、で、水曜日が来週お休みになるので、はい、その日はお休みになります。はい、はい、まあ、約1週間ですね。そうですね、はい、はい、1週間ちょっとサマーセールっていう感じでやらせていただくので、はい、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。ちなみに8月のカレンダーとかもこんな感じです。はい、こちらもね、インスタグラムの方で出してます。はい、連休の方が8月の14から16まで、はい、ちょっと3日間お休みいただいております。はい、いいな、はい、はい、間違いなくご来店、ね、する際はチェックしてご来店ください。はい、はい、で、ネットショップの方なんですけども、やっぱ大きいサイズとかはちょっと発送っていうか配送がなかなかちょっと厳しいので、ネットショップに掲載しているものはそのままセールとしてご購入はいただけるんですけども、中には載ってない商品とかもあったりするので、もしその今見てもらった動画の中でこの子も一緒に買いたいなっていうのがありましたら、お気軽にDM なりメッセージなりお問い合わせください。はい、はい、Gmail の方でも全然大丈夫です。はい、はい、でその時に全部トータル合わせた金額から割引っていう感じでさせていただくので、はい、はい、でそこから送料合わせた金額でまた送るっていう感じになるので、はい、はい、よろしくお願いします。でベースの方にベースにある商品だけ買うっていう場合はもう全然そのまま購入していただいて大丈夫です。はい、はい、で店舗にある商品とベースにある商品を一緒に購入される場合は店舗からの発送になるので、店舗でのお支払いっていう感じになるので、お振り込みまたはペイペイ送金っていう感じで取らせていただこうかなと思っております。
で確認でき次第発送っていう感じになるので、はい、あの購入しますから、お支払いまでは約3日間までとしております、はい、で3日間までお支払いがなかった場合はキャンセル扱いとなりますので、はい、お気をつけください。よろしくお願いします。はい、でベースの、 あの割引クーポンコードがあるんですけども、うん、クーポンコードがめっちゃ長ったらしいんですけども、はい、サマーセールアンダーバー EN2023、 はい、これはこちらです。はい、テロップ出します。はい、こちらにサマーセール円アンダーバー、あ、サマーセールアンダーバー円2023、はい、テロップつけとくんでね。はい、こちらをベースのその会計時の時にあのクーポンコードっていうところを入力していただいたら、はい、20% オフでやらせていただいています。お願いいたします。はい、あと店頭で、はい、あのご購入する商品なんですけども、もともとちょっとセール品とかもあったりするので、うん、あの雑貨品、ね、そちらの方はもうそちらの料金のままの料金になりますので、はい、そちらの方であのご購入の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ですかね。あと今回のそのサマーセールの詳細の方はインスタグラムの方に貼っておくので、はい、概要欄の方に書いておきますので、はい、またそちらの方でもチェックしていただけたらなと思います。はい、はい、以上でございます。明日からぜひお待ちしております。はい、はい、あのぜひ、今まで気になったこととかね、うん、あのこの期間に、うん、あのチェックしてほしいかなと思います、うん。はい、はい、まだまだ暑い続くのでね、うん、ちょっと天気がぐずつくかもしれないんですけども、ちょっと足元悪い中ね、はい、申し訳ないんですけども、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、はい、ありがとうございました。